東京都立調布北高等学校は東京都調布市新大寺北町5丁目にある全日政府通貨の都立高等学校1973年創立学校の交渉や校歌文化祭の名称になっているシンボルマークのオホムラは初代学校長である春田敏郎が母校の東京大学農学部において教授と対立し 大学に残らず高等学校教諭を続けながら、蝶の研究を継続、海外から蝶の鑑定を依頼されるほどの権威だったことが由来である。高校と大学との提携が行われており、大学の授業を受講することで単位認定することが可能である。進学指導では、マーチ以上の私立大学や国公立大学への進学を目標としており、高3で、 入試演習科目を選ぶことができる。土曜日には、高1から3年計画で、難関次第や国公立大を目指した内容を扱う土曜進学講習を主要3教科で実施している。他にサポートティーチャー制度、夏季休業中には、かなりの数の講習が無料で開かれており、1.2年時には、勉強合宿と呼ばれる4日間ほどをかけて行われる集中講習など、 大学受験には非常に熱心である。2013年度より2.3学年で最難関次第や国立大学への進学を強く希望する者を集めた特進クラスを1クラス設置している。学校独自の取り組みとして、江戸の遊び、暮らしという科目を履修することができ、写し絵などを学ぶことができる。海外留学を奨励しており、毎年数名が 海外に留学し、単位も認定している。また、留学生の受け入れも実施している。部活動では、都内に六校しかないなぎなタ部がある学校の一つとして知られている。1989年から1993年まで、本校の校長を務めた長坂幸男は、現在、NPO 法人東京都サッカー審判協会、会長を務めている。著書、 赤とんぼの北道の中では、調布北高校長時代の話も書かれており、関係者には興味深い内容となっている。数年前から台湾で行っている。現地台北市の一万香る高級中学とは、姉妹校提携を結び、お互いの学校で、毎年生徒同士の交流を図っている。ありがとうございます。